夢と魔法と笑いの国チャンネル。なぜです。ディズニー大好き人のくだぺぺです。いつもご視聴いただきありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。<laughs> さあ、というわけでございまして、本日はですね、えー、ご報告 <laughs> さあ、ご報告でございまして、さて、何のご報告ですか何のご報告ですかと。5万人の背中が見えてきたご報告ですかインスタグラム10万人目指してるご報告ですか何のご報告なのか えー、私福田フェイフェイはですね人生初ディーハロー仮装参戦したいと思います <laughs> 人生初でございますディーハロー仮装、まあ、ええー、9月の15日からスタートする、えー、東京ディズニーリゾートでのハロウィンイベントですねええー、ももうう、最近はもう、えー ハロウィーン期間になったら昔はね、こっからここまでが仮装期間ですよ。こっからここまでは何の仮装がいいですよ、みたいなありましたけども、もうどちらかととフリーになっても、ハロウィーン期間はもう大人も子供も仮装自由という風になったんですけれども、僕がね、仮装したことないんですよ。人生で一度もないんですよ。もう、仮装してパークに行くみたいなことはなくて、もうほんと見る線というか、 自分が好きなキャラクターだったりとか、えー、この人すごいってなった方とかには、えー、声かけさせていただいて、えー、写真撮ってもらっていいですかとかね、えー、去年はあのエルサと写真撮らせてもらったり、マルと写真撮らせてもらったり、えー、いろんな方と写真撮らせていただいたんですけれども、今年は行ってみようというようなことなんですけれども、どうやら聞くところによると、D、えー、ハロ仮装に参加するときは、あのー 自分のラインナップみたいなものを表明するのが筋というか、えー、なんかそういうもんだっていうものをですね、確かな筋から聞いたので、えー、何日にこの仮装で行きますよってこう皆さんは言ってらっしゃるんですけど、僕何日に行くっていうのがですね、ちょっと仕事の関係で、この日に行くっていうのは結構直前までわかんないんですよ。<laughs> 前日とかに、あのあ、明日行こうとかパッと思って、え行ったりとかするので、 日にちはちょっとわからないっていうような形なんで言えないんですけれども、ラインナップ3つ紹介したいと思います。初ディーハロカソンの時点で3ついっちゃいます。順番に僕のラインナップ、えー、ご紹介させていただけたらと思いまして、えー、まず、ラインナップ1、肉汁リバウンド。<laughs> まあすいません、これは仮装って言ってなようなバウンドです。これ先に言っておきます。えー 三つあるうちの最初だけバウンドで勘弁させてください。ちょっと僕、ちょっと裁縫とかそういうのができなかったりとか、単純に準備期間がなかったりだとかで、あの、コスチュームをどれぐらい準備できるかみたいな時間がないので、ちょっとバウンドっていうような形、ねえ、な、なるだけ寄せれたらなとは思ってるんですけれども、えー、彼女とですね、ニックとジューディのバウンドで行かせていただきたいと思っているのが、まず第一にですね。ずーっと憧れてたんです。こう見えて。 ジュディとニックの仮装でパーク来てる男女見てうらやましいいいなついにそれが叶うということで、えー、まず一組目一組というかラインナップその1がニック・ジュディラインナップその2トニー・スターク <laughs> I m, I m まあ、えっと、アイアンマンなんですよ。アイアンマンに、まあ、変身するというか、アイアンマンになるえトニー・スタークっていう超お金持ちの実業家がいるんですけれども、アイアンマンの仮装じゃなくて僕はトニー・スタークの仮装でいこうじゃないかと、えー、いうようなことですねで。スーツを着て、アークリアクターつけて、 マーベルわかんないよっていう方はねえー、うわマーベル書いてるたかもしれないんですけど僕としてはトニー・スタークむちゃくちゃ好きなキャラクターむちゃくちゃ憧れてるキャラクターなのでえー、トニー・スタークの、えー、仮装できたらなっていうのがまずラインナップその2、えー、そして最後ラインナップその3最後のラインナップがですねドドル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 ドゥルパーン メンズディオタメンズディオタの仮装ということでございましてあの、まあ、どういうことっていうような方も、えー、いらっしゃるとは思うんですけど中には、えー、かねてから僕ちょこちょこ言ってたんですよね、まあ、仮装するとしたらメンズディオタかなみたいなことをですね、まあ、配信だったりとかでちょこちょこ言ってたんですけど本日それをついにやりますよというような発表でございまして。 まああのー、まあ僕ってあんまり普段からディズニーの、まあ、お洋服だったりだとか、そういうのって普段着ないタイプなんですよね。今も結構あのー、関係ないというか違うところのやつ着てたりとか、えー、するんですけれども、あのー、もうこれぞメンズディオタ。トレミニにそんな感じの人8人ぐらいいつ行っても並んでるよねっていう感じ。まあ具体的に言うとですね、 待って、ユニクロか GU のデニムですね。ユニクロか GU のデニム。で、見たことがない靴。えー、それからパークで販売している40周年の総柄のシャツ。はい、あの、クリーム色というか、あの黄色っぽい感じの総柄のシャツ。で、一眼をがっつりと入れたトートバッグ。ドリームガーランド。縫いぐるみバッチ。じゃらじゃら。 これですねこれです僕普段そういうような格好をしてパークには行かないですけどもだから逆に言うと僕19歳とか20歳ぐらいの頃そうだったんですよメンズでもこれぞメンズ D よたみたいな時代が僕もですね19 20歳とかそれぐらいの頃あったわけなんですよその頃に立ち返ろうじゃないかと27歳になりましたけれども10年前とかそれぐらいの頃 ディズニーのシャツ着て、パークインしてました。一眼持って、自動してました。あの頃に立ち返ろうじゃないか。なぜなら、40周年のテーマは、ドリームゴーラウンド。グッズはメモリーゴーラウンド。やっぱりその記憶を改装するっていうね。そういうようなところにテーマがある気がするので、僕自身も僕自身の記憶を改装して、メンズディヨタ、仮装で。 えー、インパしたいと思います。えー、まあ肉りバウンド、えー、トニー・スターク、メンズ・リオタ。この3つのラインナップで、えー、2023年40周年の ハロウィン参戦したいと思いますので、ぜひですね、見かけた、えー、見かけてくれた方、一緒に仮装をして、えー、写真を撮ったりとかして、えー、ハロウィンを満喫しようじゃありませんかということでございまして、えー、ハロウィンがね、えー、スプーキーブーが帰ってくるだとか、いろいろございますので、アメちゃんが帰ってくるとかね、いろいろございますので、一緒に楽しもうじゃないかということでございまして、本日はですね、えー、ハロウィン D ハロ仮装参戦発表の動画でございました。また次の動画でお会いしましょう。また明日。